はい、こんばんは、友人少年チャンネルでございます。 この番組はあの私、長野県松本市のたった一人の出版業者、友人少女の講がお送りする番組でございますが、今日はですね、久しぶりにシネマ友人ブックスということで、久しぶりのライブではなくて、プレミアム配信を行いたいと思いますということで、今日は。こんばんは、はい、映画批評家の馬場宏信でございます。今日は映画批評家本日はですね、私が映画館で見られなかった作品が、うん、福岡隆良さんの強烈なラブコールをいただいて、<laughs> でそれでですね、<laughs> うん、ちょうどこれ、まだ 配信されるのいつかわかんないんですけれども、いや、配信も始まってる。ああそうなのじゃなくて、このライブ配信は、ああ、このライブも配信のののライブのは、ああ、分かりました。で、A 型インフルエンザで私、一方外に出るんで、それで、<あ>じゃあ、たまには福岡さんの言うこと聞いてみるかって思ったら、ものすごい傑作でびっくりして、<laughs> やるっていう風に、さっき DM で送ったらば、やりましょうっていうふうに。うん もう急遽決まったということでございまして、うん、でそれで取り上げる作品が、<あ>はい、こちらでございます。オマージュっていう、ねはい、タイトルですね。韓国映画初のシネマユーミンブックス登場でございます。えっとね、韓流シスターフードではねあの、よく韓国映画やってるんですけども、ええあのー、今回はね、ちょっとねあ、ちょっと馬場さんに見てほしかったわけ。っていうのは、うん これはね映画についての話なんですよ映画というものがテーマになっているので、馬場さん、特に映画のね技術的な部分、要するにすごく繊細に繊細に映画というものが具体的に、特に裏方の、そういう仕事も含めて使われている題材なので、これはちょっと私の手にもちょっと余るし。 あのやっぱり、あのー、映画ねお詳しい馬場さんだったら、あのー、その辺もね、私が見,が見落としていたところの辺なんかも補ってくれるんじゃないかということで、歩いて、シネマ友人ブックスで、あのー、取り上げししました、うんはい、でこれがですね、2021年の作品なんですけれども、うん、日本公開が2023年なんですね。 すっこれ、去年です。うん、で、私、ちょうどこの時期にですね、うん、この作品の予告編を見てまして、うん、あこれ見たいなっていうふうに、観光映画で珍しく思っていて、うん、ついつい見逃してた作品なんです、うん、で、福岡さんがたまたま、あれね、X でもって、これを見たっていうふうに書いていて、あ今、Unext で見放題で見られます。あと、Unext に会員になってらっしゃらない方で、Apple ユーザーの方、AppleTV。 あ、そこかま一本、一本買いで見られます。うん。はい。ですから、アップル TV、私、アップル TV で見ました。ああ。ですので、Unext の会員にちょっとなれないわ、余裕はないわって方でも、AppleTV で540円かな。ですその辺は安いです。はっきり言って。まあ、そのぐらいの作品ですよ。で、個人的なおすすめとしては、できるだけ大きなディスプレイでご覧ください。はい。はい。これ、シネマスコープ作品です。本当にね。はい。で、構図とね、 それから編集と、うん、それからライティングが素晴らしいの。いそれ役者についてはこれからね福岡さんがお話してくださるでしょうから、うん、あのシネマスコープの構図でもって、うん、その横の出てくるものとかね構図の切り方とか、うん、そういうのがうまいうまい。うん、<で>確かにね<そ>カメラマンねかなり有名な人だったよ。 あ、あそうなんだ、うん、あの商業映画のヒット作も立ってるようなうまいカメラマンがね、うんうん、ま、はっきり言って、これね、あのこの映画はすごい低予算で、うん、あの、ノンスターです、いわゆる。あ、うん、あの、まあいい役者がいっぱい出てるんだけど、めっちゃうまい役者ばっかり出てた。ただしの、いわゆる脇役で、うん、あの、加えあの活躍しているバイオプレイヤーの人たちで、いわゆるスターの作品じゃありません。で、観客動員もね、残念ながらそ、まあコロナの公開と同時にコロナだったということが大きいんだけど、うん そんなに韓国は2021年の春先だったかな、うんうん、だからそれもあって、あのちょっと観客動員的には不遇だったんですけれども、うん、あのそれでもなおかつね、そういう有名なカメラマンの人が参加したということで、うん、素晴らししい作品になりました見事ですね、うん、でそれであとはね、とにかくテクノロジーの使い方はすごくうまい。 あの映画のクライマックスに出てくるんですけど、これなシ、シンボルじゃないんですよ。いいですか、皆さん、これ分かります映画館です。はい、映画館で、上から光が降ってますね。うん、で、それで、そこで映画のフィルムをかざしてるとこなんですが、これ、イメージショットじゃないんです。これはクライマックスのスティールです。うん、で、この上の実は映画館の上に、これこらぐらいは行ってもいいでしょう。天井に穴が開いてて 映画館の日の日のの中で日の光を受けて、フィルムをね、こうやってかざして、何が映ってるかを確認するっていう、この作品のクライマックスなんです。うん、この間イデ参った映画館っていったら暗闇でもって、暗闇の中のスクリーンって思ってる、この映画館の天井をぶち抜いて、でそれでそこに日光を入れて、うん、しかもその後ろのスクリーンには、表のね、 扉が開いてて、外の空光景がスクリーンに影になって映し出されるって、こんなアイデアはもうこれは素晴らしい、はい、脱帽もうねもうこのね、ショット見るためだ福岡隆義風に言いますと、このクライマックスのショット、5分間を見るためだけでも、この映画は見る価値がある、うん。あの、馬場さんは、私はね、割とね、そ技術的なこところに関しては詳しくないのもあるし。うん まあ、そういう技術的なさあのレベルというのはたあの、ね、高い必要があるけれども、うん、あの人のここに何が刺さるかって別なんだっていう考え方なんですけれどもこの作品に関しては馬場さんが、うん、あのそういうふうに、ね、評価してもらうっていうのは、うん、私も分かりました仰天した失礼ながらこのレベルの低予算映画でここまでやれるんだっていうのは驚いたね。 低予算、ノンスターであっても、要するになんだろう、お金をかければできることっていっぱいある。しかし、お金をかけない作品というのが本当の、その映画、国の映画のレベルなんだと思ってるんですよ。余計なこと言いますと。でもね、ちなみにね、一つ言っとくと、韓国の映画界には、大ヒットした映画は、その収益の何パーセントかを、底辺のインディベントの 映画に配るという法律がありますつまりそういう韓国の今をさ、あのー、後で出てきますけど,と思いますけども、うん、数々のヒット作が、うん、そこで独占されるんじゃなくてちゃんとインディベントの、うんうん、そういう人たちにも還元されていく、うんうん、そこで新しい才能が生まれていくうん、うん、これなんですよ。 でね、ここで、宣伝文化日本の配給会社、アルバトロスっていうところを作ったんですけど、はい、映画を愛するすべての人へ、うん、そしてかつて輝きながら消えていったすべてのものたちへと書いてあるんだが、はい、私はちょっと1箇所だけ直したい。はい、映画を愛するすべての人へ、怖ここい,い。はい、そしてかつて輝きながら消えていったすべての女たちへとしたい。あのー、これはね <laughs>、まあ、あとはちょっと詳しく言いましょう。はい と言いますのは、これね、今は珍しくありませんけれども、うん、監督さんが、女性監督なんですよ、写真が出てこないのは、あとで紹介します、この女性監督はね女、女性監督ならではとかってことは昔あったでしょでもそれ、っ女性監督ならではの優しさとか、柔らかさとか、残酷さとかあったんだけれども、そういうのじゃないのよ。 うん、そうじゃなくて、これは女がね、きちんと映画っていうものと社会っていうものを取り組んで、こうなってっていうね、見ていて、はっとしながらもう、胸がすすく作品なんです、うんうん、もう見終わった後のね、終わり方の後の感覚がすごくいい。でしかも、ここに書いてあるんだけど、この監督さんが一番好きな監督が、アニュエス・バルダーって書いてあるんだよね。 5, あの5時から7時までを贈れ」幸せ、幸福と書いて幸せ、そしてお昨年しリバイバル公開された名作、冬の旅。要するにあのフランスの女流演監督だね、はい。はい、そうです。うん、で、ババ女流という言い方もちょっとさ、うっかり使っちゃったけど、うんうん、もはやね。 っていうふうなところで、ヴァルダの作品とはまあテイストが違うんだけどね、影響あるね。つまり、ヴァルダが女性を撮るときのジ、あのジェイン・バーキンと一緒に組んだカーフー・マスターって作品とか、うん、あとはあの、えーと、日本語タイトルがアニエス・ベイによる J&B、アニエス・ーによるビ b か。あれに、ね、あ<ー>似たテイストが、ね、部分的にある、部分的に。アニエス・ V ね。うん、そう。あれが、み、ね、る、思わせてるのが、ね、 で終わってから、見終わってからこれ見たあ、バルダ尊敬してる監督かって、すっごい納得した。で、この監督さんはどうもこれまではミステリー作品が多かった人みたいなんですね。いや、そうでもな、ね、い。あのー、マドンナっていう作品がそうですけどね。うんうん。つまりこの映画もね、ミステリーなんだよね。あのね、あ、ミステリー仕立てってこと。そう。あのね、ねマドンナっていう作品が一番あのヒットしたんだけど、うん、これ、あの、ある病院の中における完全なるミステリーなんですよ。ホラー的な。 あのね、結構ね、あのいわゆるエンタメ作品も撮れる人。良心的なアートじゃなくて、うんうん、基本的にエンタメの撮れる女優さん、うんうん、監督さんです。シン・スウォンさんという方なんですよね。はい、このシン・スウォンって監督はね、この人は力ありますよ。びっくりしたわ。うん で日本では、ね、公開されていない作品が結構多い人みたいなんですけれども、まあ、知ってる人はどうぞということで、うん、私は韓国映画に関しては専門外でありますし、うん、福岡さんのように韓国ウォッチャーでもないので、うん、<laughs> そこのところに関しての固有名詞というものはあまり挙げられませんが、はいはい、とにかくね、それともう一つは、日本映画にはこれが足りない。出演のこの女優さん、イ、ね・ジョンウン。 ね、50? 50? 韓国映画で韓流ドラマのファンだったら必ず知ってると思う。だそうです。うん、で、これで、あのあ、そうかって、ここでタクシー運転手に出てたって書いてあるから、じゃあ俺見てるはずだなっていう。あれ、あのほら、遊平神っていうさ、無作な顔の運転手の奥さん。ああ、はい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 。あの、メガネかけてた。 はいはい、この間でも眼鏡をかけてますけどね。うん、あの、知ってる人はし、あの、分かってください。朝起きたらという歌を歌っていた大阪なにわのジャニス。小林真理子さんにそっくりです。<laughs> はい。小平銀三さん、これで分かったかな。小平、はい、銀三さん。<laughs> 分かんないけど。チャットでもないのに、鳴らしてしまいましたけれども。うん、とにかくね、この人がべらぼうにうまい。もうね。あの、福岡さんの好きな表現を使うと。あれ、この人ね、この人。 そうそうあのフィルム見てる人ね,ねめっちゃ反射神経がいいんだ、役者としての。もともとミュージカル女優さんというか、舞台の俳優さんなので、もちろんうまいし、うん、あとアクションもできる人です、うん、かなりそう。で、あとはセリフなしでね、何かを気づかせるっていうところが、余計なことをたくさんやらなくて済むね、それだけの、ね、表情の,あの顔の演技とか、肩の演技ね、これが素晴らしい。 あとね、女性ならではの疾患、うん、いわゆる高年期を迎えた女性ならではの疾患というものの表現は、うんうん、もちろん説明的なセリフもなくはないんだけど、うん、なくても、あそうだかみたいなさ。うん、そう、でこれ、日本がやるとね、松村康造的になるか、吉田基重的になっちゃうかっていうようなう題材が全然そうなってない、お見事。 そしてこの人の旦那がこの峯岸徹みたいな顔したおじさんなんですかコンヘヒヨって人で、この人はね、あのリオフにとっては、冬の空たタに出てた人です。冬の空たんで、ヨン様、ペヨンジュンの主人公の相棒役りっぽいんですよね。この人ね、大体やるとね、嫌な役ばっかやってんのよ。主人公に橋を引っ張る、主人公のライバル。 うん、あと主人公と仲いいんだけど嫉妬してるとかね。あのペヨンジュンとはペヨンジュンと同じ会社にいて、うん、ペヨンジュンに出席業者で,で負けちゃったんだけど、うん、なんとなく協力してるっていうさうん、うん、であのいつもさそのペヨンジュンペネオン様の恋愛を助けて「もうどうせ俺は家来だからよ」と言ってるようなね、うん、あのことをやった人でお<ー>この人はね実を言うとすごい社会派の人で。 特に女性の権利を守ろうとか、<ー>映画中の権利を守ろうというときには、先頭を立って、活動してる人です、本当にね、えー、だ,いやだからこう,いう映画に出てるわけ。なるほどね、出番少ないんだけどね、いい味出してるんだよね実は,実はこの人ね、脇役としては結構、うん、あの一枚看板ぐらいに、ね、名前出るぐらいの緒なんですよ。この映画の制作規模から言うと、うん、かなり贅沢な配役が、早くな なるほど。だから、ねうん、やっぱりこういうのに協力したいっていうさ、意識の高い人です。はい、はい。でね、この女優さんがやってるこのジバンっていうのは映画監督なんですよ。うん、そうですか。で、これで50でこぼこに見えるんだけれども、10年間のキャリアの中で映画を3本しか撮れてない。<laughs> これ3本ってのは覚えておいてねあとでてて。この3本大事ですよ。うん、そう10年間の中でキャリアの中で映画を3本しか撮れてなくて、で、その3本目も大コケっぽいと。で、それで、 彼女の右腕だった制作者、プロデューサーが女性なんですね。うん、で、この女性がその次の作品の資金繰りができないそう。3本目はこうけたから。で、それで事務所も借りてるんだけれども、その事務所も支払わなければいけないっていう状況でね、うん、うまいのが、そこで荷物をね、自分で彼女がだから支払わなきゃいけないからって、ね、ランブに入れようとすると、1>, うん、1個だけ映画の賞のトロフィーがあるんだよ、ね。そう、だから新人賞を取ったと。 でそののトロフィーのメッキがハゲかけてるんだつまり、安い映画祭で、うん、日本でいうと、まあいや、実務出さないいけど、地方でやってる映画祭でさ、うんうん、たまたまその新人監督賞みたいなの取ったんだけど、うん、結局泣かず飛ばず、ずでそれこそってのは、自分が10年間やってきた才能っていうのがね、もうメッキだったんじゃないかっていう、主人公の不安感とかっていうのになる。 でこれ、日本映画だったら、どんだけ、あ私の大事な人と、蝶のトロフィーが、とか言って、あ,あらとか言って、ああ、私みたいって、セリフ絶対入れるよもない、そうね、松雪安子渡りがあってさそとかそ。そう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 。鈴木京香とか。そう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 、その辺がよりそうなんですよ。でも、そういうの余計なセリフがない。もっと言うと、劇版の音楽がほぼない。ないですね。ほぼない。 そう前半は劇中劇的なその、うん、ファンタジーというか、回想の場面の喫茶店、うん、サボっていうところが一個、鍵。タバンっていうんですよ、あれは。そうそうそうタバンっていうんだ。うん、っていうところが、これが大事で、そこで当時の音楽が流れてるとかいうのはあるんだけれども、うん、しかしながら今回はない、それと、あとこれがニューシネマ・パラダイスなんかと全然違うのは、 過去の映画がこの作品で出てくる女賢事という女か、うんうん、女判判事事という作品っていうののこれもう実は本物じゃないんだよね。取り直してるんだよね。いや、一部が本,本,本物なんだ。本んもない一部。取<う><う>り直しても一部。はい、そうっていうのが、これが一本だけ。他のだから過去の作品に対するオマージュというのはない。 それなんだけどつまり映画に対する平愛じゃないのよ。そうでも映画史であると同時に、うん、彼女の人生史であるし、うん、で女性史でもあって、でそしてあの現代韓国史でもあるということが、うん、見事にね、調和してます。うん、で、そしてこの監督がね、ごめんなさいね、私、福岡さんみたいに、らすじの説明が得意ではないので、それで食い詰めちゃうというか。 で、生活費入れてくれっていうふうに旦那に言ったら、旦那はね、自分があさっきのね、峯岸徹ね、さっきの峯岸徹が、お前、俺のこと全然構わねえじゃないか、飯も作らねえしって言って、俺が定年になったらどうするつもりなんだよってで金を振り込んでくんないって <laughs> いう、金を振り込むってのもどうかと思うけどね。そう。 ででそうなるのも、考えてみると意識高い系の夫婦のこれが結果なのかなってのもあったりとか、であと物作る人間の、ね、エゴイズムっていうのをちゃんと彼女もこの脚本も出してるの。で、これの彼女のね、一人息子をこの映画ね、娘出さなかったとか私、成功要因の一つだと思ってるんです、うん、が、うん これが、これね、久しぶりの母さんの手作りだっていうふうに言って、ご飯食べてるとこなんだけど。これがインスタントカレーなんだよな。でそしたらば、まあ、お母さん腹減った、なんか、飯作ってよって言ったらば、まあ、米がないのよって言って、えー、米なん,なんでねえんだよって言ったら、明日買ってくるから芋食っときなって、こういう人なんですよ。だから家庭を顧みないで、ひたすらね、理解作の脚本を書いていると、そういう人なんで、これ、男女逆にしたらひでえ話だぞ。 ただしそれを女性がやることによって、またちょっと違った面が見えてくるわけ。そう,そうなんです。でじゃあ彼女が全く家庭を変えり見ないかというと、そうでもないんだよね。そうでもない。うん、実は違うわけ。要するに頭の中いっぱいで <laughs>、もう取れるか取れないかというさ、笑顔<う>これ以上取れるか作れるか作れないかという設定具合にあって、うん ついついお米を買い忘れたって話なんですよ。うん、ね、おしゅめさんからさ、これから行くから電話か,かってきて、冷蔵庫の中にさくらっ,ってくるのもおそか。<laughs> うわーっと冷蔵庫の中かってやりやすめて、そしたらさ、帰ってきて、すいませんから、あ、ごめん、ちょっと行くのやめた。よかった。で、あんた今冷蔵庫の中掃除してたんじゃないって電話でその辺、多分んね、これ、あの、シンソンさんっていうね、女性の監督さんね。あの、この映画を撮った時に、えっ、ー、と五十四歳。 ぐらいだったんですらしいんですけど、うん、まあその人の多分リアリティでしょうね、生活そういうことが、ねうん、そういう自分の生活の中のリアリティというものをうん、うん、どう歴史に溶け込ませるか。っていうので、この彼女のところに後輩から仕事があの、アルバイトしませんっていう電話がか,かかってきて、うん、そのアルバイトしませんっていうのは、女判事という1960年代に作られた韓国映画を今度、 あのフィルムアーカイブで上映することになったと。じゃそこからあと俺、俺説明していいわかった。はい。はい、じゃあどうぞ。はい、えー、ということで、えー、私の方もね、あの一応ね、あパワーポイント。気合い入りすぎるといけないからって、ね、私が枚数制限したんですけどね。<laughs> えとね、ごめん、3枚までって言われたんだけどさ、5枚作っちゃった。ほら。<laughs> <laughs> あのー、うあと40分だよ。<laughs> あと40、いや、四十分なんじゃ大丈夫、大丈夫。 えっとね、今から、じゃあ用意し、最初から用意しとけって話なんだけど、はい、それ用意してないの手間取るのが私の若いあの悪口なんだけど。はい、<laughs> ということでね、あのー、今ね、ちょっとね、馬場さんが、うん、あのにすごいあの映画のいいところを説明していただいたんですけど、うん、そもそもがっていう話で、これがね、オマージュというのは2021年、うん、ちょっとユーネクス t にて配信というふうになってますけど、AppleTV でもやってます。はい 1960年代に、女性のスタッフが映画のスタジオとか編集室に入るだけで嫌がられた時代があったんですよ。うんうん、で、1960年代というと、つい最近のように見えますけど、その時代も韓国はそうだったわけ。うんうん、で、その時代に。この頃ってまだ韓国って軍事政権ですからね。えとね、62年はね、軍事政権じゃないんだよ。ないのか。軍事政権になる前。なる前か。でもね、あの世界最貧国だったんです 要するに政治が混乱して、ね、という時代です。うん、で、あのその時代に、韓国で2人目、2人目がなぜか2人目かを取り上げたこと後にで言いますけど、うん、あの3本だけ映画を残したというね、うん、ホン・ウノンさんという、うん、この映画では別の名前にちょっと変えてますけども、うんうん、ホン・ウノンさんという方がいて、この人があの3本のフィルムというの中の1本、この映画撮られてる女判事というのは、うんうん、最近だってフィルムが発見されたんです。うん で今、YouTube で見られます。うん、で、さっき言ったイ・ジョンさんが演じる主役の方は、うんあのー、女性、女判事の、うん、というのがね、あのー、修復作業をねアルバイトしないかと言われるんです。んでこ修復作業ってのはね、これがうまいことできてると思ったのは、あのフィルムのね修復というと、皆さん、音をきれいにするとか、うん、あるいはあのプリントをきちんと順番、あの ブローアップするとか、そういうことるかもしれない,い、ね、そうじゃなくて、サウンドトラックの一部は結<あ>そ,そ,それちょっとあとで後言います、それで結局ね、これ何かというと、韓国には、反韓半民の組織で、うん、韓国の昔の映画を発掘して、うん、修復して、うんうん、YouTube に載せて世界中に発信しようというサイトがあるんですよ。うんうん これ,これもすごい時代変わったなと思いますけどね、これも最後に言いますね。あのー、それで、ね、あとでちょっと、YouTube で、ちょっと私あのいあの出す、出そうと思うんですけど、あのー、それは今、日本語字幕で月でも見られます。前は英語とイタリア語だけだったのが、今、日本語の字幕をつくようになったので、 あの過去の韓国の失われた作品をどんどん発掘していって、それが世界に発信するということをやってるんです。うん、で、おそらくあの、このヒロインの女性監督がや雇われたのは、うん、その組織のことだと思われます。うんうん、で、そしたら、さっき今、馬場さん言ったように、うん、例えば、ね、音が入ってなかったり、うん、なんか話がつながってねえぞとかうん、うん、<laughs> というのがあるんですよ。うん、で、それを修復しなきゃいけない。うん でその修復作業をやった上で、うん、見やすい形にして YouTube に載っけるわけ。うんまあ、YouTube に載っけると同時に、あのうん、劇場で、ね、あの公開なんかもしてるんですけどね。そういう、そこにあのアルバイトでや雇われたら、うん、この女判事はどうも話がつながる、うんだと。じゃあ、どっか脚本の中でもいくつか脚本には書いてあるのに、うん、映像化されてない場面があると。うん でじゃあ、そのフィルムがないかということを探し始めるわけ。うんうん、そこで60年前に、この映画の関係者、えー、監督であったり、うんあ、監督は監督はもう亡くなってるけど、うん、出ていた主演俳優であったり、うん、その映画のスタッフであったりを訪ねて歩くというね、うんうん、ある意味、そのミステリー仕立てっていうのかな、さっき馬場さんがおっしゃったように、うん、この監督はミステリー仕立てが多いんですよ。うんうん つまり謎を探るという形でいろんな関係者を訪ね歩いて話を聞いたりしていくうちにいわゆるもう困難な時代これ困難な時代というのは女性にとって困難だけじゃないんです韓国にとっても困難な時代そうです韓国映画館になっても困難な時代にそれでも映画という夢を追い続けたというねそういう一人の女性それがこれね ポスター、これオリジナルですよね。で、日本でもメインビジュアル、これ使ってるんですが、はい、映画詳しい人はわかります。これ、16ミリカメラなんですよ。はい、そうなんですよ。で、この当時の韓国映画は35ミリで撮ってないみたいなのね。で16ミリだったら安かったんですよ。うん。で、もう一つ言うと、この間の韓国映画は、動力はありません。うん。全部アフレコです。16ミリの白黒。うん、16ミリ白黒で、うん 声は全部吹き替えです。なぜかというと、要するに、動録ってのお金かかるんですよ。かかります。雑音を取り除いたり。だから、アフレコを専門の声優さんがいたんですよ。だから、要するに出演した俳優さんじゃなくて、別の人が吹き替えをやったりするわけ。出演した俳優さんっていうのは、俳優の人数が限られてるから、人気のある人は。もう次から次に現場を当たり歩いてるので、アフレコやってる暇がないから、 声だけ、うん、あのやる不専門の人があったというぐらい、うんうん、まあ、はっきり言ってしまうと蘇生乱造の時代です。で、いやちょっとね、あのもうちょっとあのこの映画についての話と、はい、はい、さっきから出てくる、はい、このね、監督はシン・ソンさんという方、はい、1960年似てるよね、でも、あのさんのイ・ジョさんの方が小林真理子だよね。<laughs> だからほら、髪型も似てるしね。うん、うん メガネもいっちゃるし。そうそうそう。で、この方はね、このシン・ソンさんって方はね、うん、いわゆる韓国の今の映画界を作り上げたエリートじゃないんですよ。ないね。大学卒業した後に中学校の先生をやったんです。うん、ところが、まあ、多分映画が好きだったんでしょうね。うん、アニエス・ベルトが好きだったって言うから。うんうん、で、30歳を過ぎた、30歳を過ぎたということは、おそらくですけど、うんうん、子育てにちょっと一段難なくしたとかさ、うん。多分そのタイミングで、うん えー、韓国芸術総合学校の映像院というところで客を学び、うん、それから自主制作で短編映画を撮り続け、うん、2010年、2010年というからもう43歳の時に初めて、長編作、レインボーというのを作ります。うん、これがね東京国、まあ、東京国際映画祭って言っちゃうとさ、うん、ちょっと安っぽすぎるけどね。<笑><笑>しかし、他のね、あの他の映画でも賞を取ってるので、うんうん まあ、割と第一作からそういう賞にあげられるような力量を見せたと。うん、で、その翌年に、うん、あの、韓国のテレビ局の MBS というところに依頼されて、えっとね、女子万歳というね、うん、えっと、女子万歳ってのはナムジャ万歳っていうのがあれなんだけど、うんうん、ここで言うナムジャというのは女性一般を指します。女の子という意味じゃないですよ。うん、要するにそこで、あのー、韓国で1960年代、さっき言った、あのー、この、 という作品を撮ったホウ・ウドンとか、実はその前に、韓国で初めての女性が韓国だったパンク・モナクという人がいたんですよ。ははい、その人たちをドキュメンタリー、テレビのドキュメンタリー映画で制作したんですよね。うん、で、その折の取材経験を今作で生かしてるんです。うん、で、要するにもうそういう遅咲きの花というのかな。うん、諦めないで映画に対する夢を諦めないで、うん、一本立ちした女性だった。これ、夢を諦めない、これキーワードですよ。映画の中で、うん。 そう大あの胸にさるクせというせがね、ぐさっと男性陣、特にね、ぐさっと胸にさるのセリフがありますから。はい、それでね、あの主演のばあさんが大事さんたイ,イ・イジョンウンさん、はい、この方はね、はい、あの舞台を中心にあの活躍したんですけど、うん、2009年にですね、うん、母なる照明というポンジュの監督の映画で、セリフは1個しかないんだけど、この母なる照明っていうのは、うん あのー、殺された女子高生に、その殺したということで捕まった、うん、ちょっと頭の遅れた方のお母さんが、息子の無実を晴らそうとしてさ、うん、で奮闘するって話なんですけど、うん、そのお母さんが、その殺された女子高生のお葬儀場に、あのことか現れて、うん、いや、息子は無罪なんですっていうチラシを配るわけよ。うん、そうしたら、葬儀に来てる先生がさ、もう激怒してさ、うん、あんた何しああんた何言ってんのよ、何してたのっていうね。うん バセを何人かの女の人がアパしするんですけど、そのバセを見せる一人に寄付してます。このイ・ジョーンさんが。うん、セリフは一言しかないです。うん、でもこれね、昔さ、ほら、ライムスター歌丸さんっていうさ、映画好のラッパーがさ、<ー>あの、なんだっけ、えっ、ー、と、ラジオで映画障害のコーナーやったんじゃないですか。そこでこの母なる照明をやったときに、うん、この母なる照明ってさ、早くの人たちがみんな可愛いんだよね。うん、あの、葬儀に作るおばちゃん、うん、セリフがさ、 はあんた何言ってんのっていうセリフじゃないんだけど、はあ、あんた何言ってんのって顔してんのよって紹介したさ、<laughs> ところがそれがやっぱりね、その中で印象的だったんで、うん、その後に次第に、その時時点でもう40近かったんだけど、うんうん、それからどん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 ど、うん舞台だったのがテレビとか映画にも読めるようになって。うんうん で2019年にあのアカデミー賞で四冠を取ったポン・ジュノ監督の「パラサイト半地下の家族で」で真、うん、っ赤かなかぶっ飛んだ脇役をやってこれがね、あのー、韓国の映画祭の助演女優賞を含めていろんな賞に輝いてるんですけどうん、うん、アカデミー賞を取った舞台にもドレスアップして出演してます。うん、で、それ以来ね、なんだろうね脇役といってもいわゆるなんだろうあの主人公と対峙するラスボスとか。うん あの主人公を守る役とか、うん、そういう役に就くようになって、うんで、今回は51歳にして初めての主演作です。うん、つまり2人とも苦労して苦労して、うんまあ、40、50になってから、うん、そういう活躍の場をつかん,んですよ、うん、でここまででもう30分経過してます。もう30分ですね。はい、で、それで、じゃあこの映画で、ねあのー、取り上げられた作品というのをやりますと、はいはい、に取り上げてるのはこれですね。 女ハンジという、はいはい、実際にあった映画これは,、うん、は1962年にあのホーウドン監督という方が、うん、あの当時ちょうど40歳だったのかなうん、うん、この方はね昔からあの、えー、と映画韓国映画に脚本なんかで、うん、編集で片りった人なんですけど、うん、40歳の時に初めてあの監督が任されたのがこの女判事です。この時に これはどういう題材かというと、韓国、うん、で初めて女性の裁判官となったファン・ユンソクさんという方がいたんですよ。はい、でこの方をモデルにした映画で,、うん、で、この映画のフィルム自体は長らく失われたんですけど、近年発見されて、今、YouTube で見られます、うんで。モデルになったユンソクさんはです、ね、女同じですから、当時の男装自衛がひどかった韓国においては、すごい出世したくだったわけ。 それを、あのー、やっかんだ夫に毒殺されてんじゃないかと言われてますうんそういうふうに、この映画の中でも出てきます、そのセリフは。ただし、あのー、それは真実はよく分からなくて、うん、真偽は不明で、この映画では、うん、自分をいじめていたお姑さんが事件に巻き込まれたときに、うん、彼女が裁判官を担当して、うん、<laughs> でお姑さんを無実にしたので、<laughs> ハッピーエンドというふうに変わられてます。これ、実は映画の語られることもちょっと違うんだけどね。 あのー、それを撮って、これは大ヒットしました。うん、しかしながら、その後日2本の映画を撮って、突然やめました。うん、で、この方は1999年に77歳で亡くなったんですけど、うんうん、40代の前半に撮った3本以降は、うん、主に脚本とかも書いたらしいんですけど、うん、ほとんど何の足跡も残さないまま、ひっそりと亡くなったんですよ。うんうん、というのがこのホームノ敦さん、この下の写真がね、ホームノ敦さんですね。はいはい だから、これの,あの、実際の女性、この映画の、あれですね、オハメンジの女性監督は、この本宇野さんへの取材はできなかったわけですよね、亡そうです、なくなったから。はい、で、もう一人、えっ、ー、とね、じゃあ、初めての映画監督がいるんですよ。うん、これがねあの、パク・モナムさんという方で、はい、タイトルはこの映画にも出てきますね、<れ>未亡人っていうのはね、うんあ。この下の写真っていうのが映画に使われてますけど、うん、この未亡人というのは、うん、このパク・モナムさんという方は、うん もう映画が好きで、朝鮮戦争の時に、カメラマンとして、撮影班として、戦争に従軍するんですよ。で、その後に、それでまあ、義理を鍛えて、その後に劇作家だった旦那さんと一緒に映画会社を設立し、その第一作として、この未亡人という朝鮮戦争で夫を失った女性たちの苦難を描きました。これも YouTube で見られます。で あのー、の誰が日本語字幕つけてるんでしょうね、立派ですね。うん、わかんないけどね。いや、まあ、ほら、日本語できるスタッフいっぱいいるから、ねうん、で、YouTube で視聴かなんですけど、うん、これね、最後の10分間音声が全くないんですよ。ここのアイディアが今回,の実は今回の映画に書かれてるんです。 うん、そうなんですよだからちょっとね、あの映画の中における、あのこの映画の、ね、作品が失う部分というのは、微妙にいろんなものを混ぜたりしてるわけ、映画的なアレンジとして。うん、ところが、この人ね、この第1作の未亡人というのは、うん、あのヒットしなかったんですよ。で、しかもね、こうやって差しの写真というのは、うん、これ、撮影現場なんですよね。赤ん坊をおんぶして撮影現場に入るというような状況だったので、労、うん、は多かったと。うんうんうん でしかも、あのー、映画もヒットしなかったんで、うん、旦那さんとも離婚し、うん、その映画会社も解散し、親戚の家の経営する会社員に、うん、あの多分経理担当者として勤めて、多<ー>この多分赤ん坊背負っている赤ん坊が1980年にアメリカに留学したので、そこでアメリカに行ってしまいます。で、2017年亡くなりました。うん さっき言った、あのー、このシン・スウォーンさんという、このね、あのー、オマージュの監督がドキュメンタリーしたときには、会えなかったそうです。うんうん、アメリカにいたので。あ、そっか、うんまあ。あるいは拒否されかな、取材を。うんうん、という、そういう会見があります。はい、でね、これね、その中で、さっき言ったこのね、あのー、シン・スウォーンさんという方が、この女子万歳という作品の中で、はいうん、唯一会えた、うん、当時の、その、 女判事に関わった、関係したというのが、この場面なんですよ。うん、これは、その女判事の映画の編集、いわゆるスクリプトってやつ。スクリプトとは違うよ。スクリプトは編集じゃないよ。あいあの要するに、編集の、あ、ごめんなさい、スクリプトじゃなくて、うん、要するに、編集の素材であるフィルムを切ってつなぐ役目、うん、というのをやってた人が出てきます。うんうん、で、この場面が素晴らしい、本当に。 僕はもう,<ー>う、あれですな、もう、その前に、最初に、この編集のお,、うん、お,おばさんのことを、この主人公、小林真理子さんが訪ねていくところの、うん、そのつか、つらそうなんだか <laughs> あ、あのそこのさ、あれだよ、そのおばあさんがね、うん、もう、洗濯物も取り込まなきゃっていうときに、このときは、そののソウルの、 シアーカイブかなっていうところのおと若い男の子と、それからこの小林真理子さんが一緒になって、車で訪ねていくわけですわ、うんうん、でそうするってと、よいよいになって、何よりもすごいのがさ、もう80代超えてるじゃん。 そうすると、もう、お年方の方で、うん、ほら、あれよ、あれって言うじゃない、うん、あれ、あれを撮ってとかっていうふうに、だから私はね、本当はね、ミュージカルの歌手になりたかったんだけどね、親戚がね、会社にいたから、あれやったで、あれって言って、うん、で、あれってなんだっけ、もう嫌だわ、年取ってで、ね、もう思い出せなくなってって言ったときに、小林真子さんが、映画ですかって言うと、そう、映画、これすごいよ。 映画って言葉は忘れ去られるっていうの。つまり60年間映画に携わってないってこといや、それと同時に映画は忘れ去られるかもしれないジャンルだってことまで全部意味がわかってるからで、ね、ここすごいショットよ。もし,ええしかもこ、これはね、もう触れた。ここで、そのがが素晴らしいのは、のね、さっき言ったシン・ソンさんという方が、うん、その女性がね、昔撮った映画をときめた作ったときに、うんうん、唯一ああた感 ご存命の当事者だったんですよ。うん、スタッフの一人だったんです。うん、で、その人からかけられた言葉というのが、うん、要するに当時、もう40過ぎて初めてね、苦労して、上編大作を取って、書はもらったけども、うん、そんなに人しなかった、という時期にかけられた言葉というのが、この映画にも使われていて、うん、それがすごい、素晴らしい。圧倒的ですね。糸石重里はやっぱり二流だなって思いますね。 生きろ <laughs> あれは二流なんだなって、二、うん、流の人が言う言葉はこれだよなで、しかもね、この映写機見てください。はい。これ、A 機というですね、日本の,、うん、あの映画会社が、あごめんなさい工場が作ってる16組の映写機です。この真ん中ね。はい、要するに古い映写機をこのおばあさん大事に持ったわけ、60年間。で、それでもって、この監督が偶然発見したフィルムを、うんうん、あそれ以上のネタバレになっちゃうんだけど、 ランプがついてよかったねって私思いましたよ。で、この時きに、そうだよ。だから、手入れしたってことよ。大事に大事に磨いた、手入れしたってことだと思し、多分まあ、あの。16年霊社記のランプって今、手に入らないから。でね、この映社器というのが、糸車に見えるわけ。一瞬だけ糸車に見えるんですよ。で、糸車というのは、要するに紡績ね。 リーう、ね、ールなんだけど、要するにつむぐという行為というのは、うんうん、これね、世界中の女性の仕事だったんです。つまり、あの、男は狩猟に行ったり、野良仕事でクアを売ったりする間、うんうん、女性、必ず日本においてはもう、前近代というか、うんうん、戦後すぐぐらいまでは、うん、農家というのは、養蚕をやったわけ。うん、養蚕というのは、要するに、あの、年中さ、製品ができるわけよ。うんうん、糸をつむいて。 うん、それでもって現金で生活を支えてたわけ、うんうん、お米というのは年に1回しか取れないから、うん、それでやっと現金になるわけ、うん、つまり男性が外でやってる間、女性は糸を紡いで家計を支えてたという歴史がいっぱいあのな長らく続いたんです。古代に恐、はい、らく古代においてから、最近まで河川によってその糸を紡ぐということがね、無意化するまで続いたんです。 でこのシーンってのはねこのおば、ここではあまり見えないけど、うん、このおばあさん、今ね、農家でさ、農作業やってるんだよね。そうなのよね。農村で。そう。そこでやると。つまりね、これも、うん、不大事な伏線になっていて、農作業をやってるんだけど、うん、歩いてくるときには杖で両手で捕まってくるわけ。うん、だから、仕事をしているときは体が動くんだけれども、だけど、うん、あのそうでないときは、本当に年寄りの体になってしまう。 で、しかも、腰が悪いんです、足が悪いんですかだっけな、うん、どっちかを、あの、若いね、あの、うん、チャジュンファンみたいな顔した、チャジュンファンの男性のフィギュアスケーターだけど、うん、で、それに似たイケメンの、あの、フィルムアーカイブにさ、声を聞かけられると、長いこと座って仕事してたからねっていうわけだ。その辺のセリフの一つとすると、その、がね、含めて、あの、何て言うのかな、あのー、 さりげなく、うん、この生きてきた、この女性たちが、うん、あえて今、女性たちって言いますけど、うん、生きてきた奇跡と、うん、長年、うんあの、世界を支えてきた女性たちの歴史というのが、それと映画史にもが重なるのね。で、<そ>今、福岡さんがおっしゃったけど、このリールっていうんですな、長さのフィルボン・マキトロの。うん このリールっていうやつは、あのオープンリールの録音もリールなんだけど、これとスクリーンがね、大きなあのアイテムになってます。で,すで、実はこの小林真理子さんがですね、途中で病気になっちゃうんですよ。小林真理子なんで、異常運って覚えてない <laughs> 異常運さんが病気になっちゃって、それで意識不明でもって手術室に運ばれていくわけ。そう<ー>すると手術室の天井からぶら下がって、のはライトあるでしょ。あれ,があれがリールに見えるんだよ。そう,いうこと あとさ、さっきおばあさんが言った、うん、天井から差し込む光そう。あのね、さりげなくうまいの、伏線が。めっちゃめちゃうまい。それとはい、伏線ですよってやんない。やんない。で、このおばあさんがね、洗濯物取り込まなきゃっていうときに、それで、このイ・ジョンンさんかが、立ち上がって手伝いに行くまでの間がいい。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、私がやりますよとかじゃなくて、 手伝いましょうかって声かけるんでもないんだよ。こういうところの演出はうまくて。なの、ね、で女性だから分かるわけ。そう。人の家事に手を出しちゃいけないっていう。それは失礼なわけうん。で、えー、それで、なおかつこのイ・ジョンウンさんの方の,あの家庭っていうのは。 息子さん一人とそれから宮岸徹とその3人家族でこれからはシェアハウス形式にするわよっていうふうに言ってどうどうああああ私はもう毎日毎日家事なんかやんないからっていうふうに言ってるのよだからそれだけに洗濯物を取り込むときにちょっとねためらいながらそれでもね体が動く、うん、そしてそこで取り込む白いシーツがスクリーンになるところが最高あれね あの白い衣装というのは、うん、馬場さんってやったさ、軽阪神殺しの軍団ってだけだけど、朝鮮民族が白衣というね、うん、白い衣の民族というね、うん、あの言われることとも重なるし、うん、つまりね、あの小道具の使い方、大道具の使い方がことごとく意味を持ってるわけ。その積み重ねがあるから、うん、もちろんその中には読み取れるもの、読み取れないものあるだろうし。うん あのーまあ、そのすべてを読み取るのは無理だけども、その積み重ねによってドラマを作っていくわけ、つまりそこで劇的になんか終わってとかさ、うん、例えばね、このイ・ジョンウンさん演じる女流監督が、うん、やったら私も明日から映画作るぞなんていうさ、うんうん、そんなはないまですないで,ほらでもね、見ればわかると思うんですけど、こちら側の方で映写を見ながら、このイ・ジョンウンさんの方は,は笑顔なわけですよ。うん で、その笑顔には意味があるのね。うん、やっとっていう意味があるんだけど、こちらの小笠原さんの表情はね、笑顔じゃないんだよな。これが、ね、あのそれは何かというと、そこで打ち出されたのもの何かってことです。万感、胸に迫るってやつなの。しかもそこで打ち出されたものというのが、うん、映画の一枚目というよりも、うん、それがなぜ失われたかということを決めて、当時の。 女性の映画人だけじゃない、当時の韓国、うん、の女性を置かれていたものというのが、うん、もう象徴するような場面なんですよ。うん、つまり、そういう教授の一つにとっても、うん、意味があるわけ。つまり、器用にさ、うん、場面を作ったってことじゃなくて、すべ、うんうん、ての細かい部分に意味を持たせてる。うん、そうね、充実してるんだよね。で、尺は2時間超えてないの、皆さん。うん、2時間五50何分でしたね。え50分ない。な40何分かなんだ。 本当にいい作品はということで、これ、れほら、思い出してください、うん、私どもがあの枯葉をね、ご紹介したときに、いい作品というのはせいぜい100分だって、100分ちょっとこの作品を超えてますけれども、で、オープニングがクレジットがね、出ないのよ。ああ<ー>。その最後にね、クレジットの出し方に至るまでもう胸がすく思いします。うんはい それは映画好きが見る映画として胸がつくし、フェミニズム映画としても、ですね、押しつけがましいということもなければ、声を声高に叫ぶわけでもないし、であるいはその、の何て言うんだろうなそのビクテ、えー、ビクティマイズな存在として、そこのところを思わせるっていう、含ませるところもないというところで、非常に大人な映画です。大人な映画です、本当に。 で、しかもさ、じゃあ、未来に向くかって、どう生きていくかっていうこともさ、そう。それを引き継ぐのがね、<laughs> このおばあさんが最後に言う一言、まあまあからっていうふうに。うん、それが最初のネタバレですからね。うん、そうですね。 とというこで、それでね、うん、この作品を見終わって、うんあの、韓国ウォッチャーの福岡さんとしてはどういうことを思われました、はいはい、韓国ウォッチャーの福岡さんとしては。あのねあ、あ、韓国ウォッチャーとして、うん、映画好きの韓国ウォッチャーでもよ、韓国好きの映画好きでも結構ですけど。<laughs> うん、あのねあ、ちょっとずれるかもしれないけど、うんうん、これね、韓国だからという歴史というものが色濃く、はい 投影されてるるいいっぱああんですすりまねそれはちょっとやっぱ解説ないと難しいとあるかもしれない例えばあの喫茶でねあれはタバンって言ってあのあそこでさるコーヒーって多分インスタントコーヒーですあの中に言わないけどコーヒーの中にあれ落とすじゃんあれって普通なのいや俺は見たことないめてかしい貧しい時代の風習ですよつまりサービスだと思うああ つまり、あの、名古屋でさ、コーヒー頼んだらさ、ウォーリングセットでいっぱいつってくるようなほら、<の>昔さ、喫茶店行くとなぜか日本でさ、あの、皮付きのピあのランキン豆はついてこなかった。ああ、そういう地域もあったかもしれない。そうでしょう。要するにそう、そういう一意なんです、そこも含めて時代者なんですよ。で、そういう意味ですぐ出てきてるのと、あとさっき言ったね、 映画に対する教習ってのはさ、うん、さっき挙げたとニューシム・入試もパラダス以来、うん、おびたらしく作られてますけど、うん、いや、似合うんだどね。日本でそれ成功したのって、ないんだなあのね、ファンタジーにしちゃうわけ。うん、ファンタジーにしちゃうんですよ。うん、つまりそこに生活者の実感がなくて、うん、映画というものが現実逃避のあれになってるわけ。ううん、うん、うんん そこでファンタジーとして、例えば過去の人が蘇ってとかさ。それとか、あれ、ほら、ハリウッドで言うと、カイロの紫のバラがそうじゃん。ウ<ー>ディア・レンの。はい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 。そうだ、あれ以降、大体ハリウッドものの,あの映画好きのノスタルジーももうダメになったんだよね。昔は良かった風になっちゃった。あ、それある、それある。でしょでもね、過去のか、この映画は、昔は良かったじゃないの、ね、よ。うん 昔はよかったそうここまで来たっていう。そう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 。まり開口趣味じゃないわけ。ない。あの、それを象徴するのが、あいつね。そう。病院で入院してるあいつね。はい。昔のイケメン。うん。だね。拒絶するじゃん。そう。あいつね。あの、そこなんですよ。そう。要するに、あとでもう一つ言うと、昔は良かっただけのセリフが一個もない。 ない。本当にない。これは見事だった。つまりさ、あのー、昔よかったことをたどろうっていう映画じゃないんですよ。しか、うん、<う>しね、<う>映画とはこんなにも素晴らしいものですっていう作品でもない。あのこれ一つでやっぱりするとね、うん「女恥」じて映画って、<laughs> はっきりて大したことないです。<laughs> うん いやもちろんそれはさ、あのこれえ、変わってきた本部の政策じゃないと思うよ。うんうん、すごい検閲もあったし、うん、あと政策事情もあったと思うんだけど、うんうん、そういう意味じゃないわけ。うん、で、昔素晴らしかったことが取り壊されて転びてしまったという、ニューシムパラダイス的なものじゃなくて、そうじゃないんだよあのよ。昔はこんだけ頑張って、苦しい中で頑張った人がいるんだから、うん、あなたたちも頑張りなさいって話だ。うんうんうん それによってより良き未来ができるかどうかなっていう保証はないけど、ないでも頑張るってことやめたら人生終わりでしょって話。そうで、あとね、あの映画好きから言うとね、絶対ツッコミが入るところのトリックがうま、ん、い。なんだっけ映画館に昔の映画のプリントなんか残ってるわけねえだろっていうふうに。 くざい返される50年前にさ、上映だけしたらフィルムなんて引き上げるもんなんだよっていうふうに、何映画館なんか探してんだ、このバーカって思ったらば、ああやって、しかもなぜあれがあったかっていうと、こうだからっていうところがおばあちゃんによって明かされる、あのトリックは素晴らしい。あの、<laughs> おばあちゃんに明かされてるていうかさ、うん、今ね、あのフィルムはなぜ残ったんですよ。そう。だけど、ネガじゃないですよ、もちろんなぜ残ったか。 そう。これがさ、うん、結局ね、コロナ、あの結局か、えあ,のさある産業が未発達な時に起こる現象だけど、うん、金持ちの構図化が出資して作るってあるわけ。例えば日本でいうと出版社。うん、例えばあの、大日本郵便会まあ、とりあえず私のふさと、中央コ論者でいうと、うん、あの 禁酒をやろう、酒を禁酒しようというさ、こそぼした雑誌をやったのも、えっと、え、禁酒会雑誌ね。あの、本館の坊さんがやってた。はいはい。それを、浅野駒之助という五遊がさ、なんか資金繰り困ってるらしいからって言うんです。借り出してあげて、自分のお屋敷の中に編集室も作ったわけだけんそこで編集でを宿って作らせて、というのが中央コーなんですよ。ちなみに、醤油どん問屋が作ったのが大阪の朝日ね。 そういういことつまり、うんあの、あるメディアというものが誕生時には、パレー墓地の道楽として、それ面白いやないかといって、出資じゃないんだよ、これはね、うん。特殊化ってやつ特殊化ってやつ。うん、要するにそういう、なんだろう、メディアが、各、うん、国のメディアあの、映画というのは、60年代はまだまだ貧しかったし、朝鮮半争の傷きざもあったし、うん、あと戦前の日本の植民地時代にも映画というのは作られてたんだけど、うんうん その人たちがやっぱりほら日本新人派としてさ、微妙さしまになったりしたんで、だからそういう時に、どういう人たちが形で映画を作られたかという証言にもなってるわけ。ち、うん、ゃんとさ、あの私たちの馬場さんが受けていてる、正直であったり、東映であったり、東方であったり、立活であったりというさ、うん、スタジオシステムが出る前のメディアが、うん、映画というメディアの産業とのあり方。うん、例えばあれですよ、あのアメ ちょっと話し出せるんですけど、アメリカのメジャーリーグ。うん。あれ全部さ、小金持ちがチーム作ったのがメジャーリーグの始まりですから、ね、はいはい。最初から野球として独立してやがったわけ。はい。だから今でも野球、メジャーリーグチームというのはオーナーが一番の決定権を持ってる。うん、うん。それは日本のププロ野球も同じ。うん、うん。つまり誕生した時点の状況というものが現在を規定するっていうね。ということなんですよ。 はい、じゃあ、時間も押してまいりましたんで、はい、でそれであのずっと映画評価昔、映画ジャーナリズムをやっていた私の思ったことを最後に申し上げます。はい、韓国映画、やっと,と大人になったねと思いました。うん、ういうといいますのは、うん、皆さんご案内の通り、韓国という国は何回もいろいろな政変であるとか、 あるいは、あの、政変未遂とかありました、動乱,ね、動乱がありました。で、その度ごとにですね、うん、前の世代を否定する映画というのがね、使われ、作られてくる。で、韓国映画というのが、世界的な注目を浴び始めたのが、80年代、いちあのイ・チャン・ドンじゃなくて、イ・チャン・ホーとか、ペイチャン・ホー。相の聞いて,ていいところだな。あれはほら、<や>ロッテルダ名画祭なんかでも注目を受けたからね。はい、はいそう で、こういう人たちが出てきて、ああで、日本で韓国映画で商業映画で最初に公開されたのがイムゴンテッカ。で、その次が、えー、とイーチャンホの旅人は休まないなんですよ。そうさ。今回の作品が出てくるさ、あのクワドビうん。コリアエルスです、ね。そうそうそう。そう。ちなみにクワドビと同じ配給会社です、今回のオ,オマージュは。 アルバトロスです。いやいや、それは日本側ねいやいや、あの映画館がさ、昔のコリアンエルスの作品をあの、介護上して、来る客はみんな i s e しかいない。あれ、何かわかりますさっき、言った八十8代の韓国画というのは、実は、チョンドファン政権の独裁化にあったわけ。その独裁サの中で、あの、そうじゃ、民主の不満をすらすために、ひたすらさ、 あの当時の韓国は夜8時になると外出禁止令があったんだけど、うん、映画館だけを例外視化したわけうん、うん、そこでエロチックな映画を作らせたんですようん、うん、でそれが世界に輸出されたりしたわけ、うんうん、でその中の一つ一貫としてイムゴンテックのしばじなんていうのがベネチアで注目を受け出したまあイムゴンテックはもうちょっと違うんだけどうん、うん、まあちょっと違うんだけどうん、うん、要するにさあのこの映画でいうと舞台というのは、うん、ちょっとファン政権時代の、うん 8年間7年間にわたる非常事態、うん、戒厳令下の韓国の繁栄でもあるわけ。うん、そうで、そしてその後に90年代になってくるっていうとあの、民主化がなります87年に民主化宣言ですね、はい。で、そしてその頃私、映画ジャーナリストやってました。<laughs> はい、で、それで韓国の映画監督とかに話を聞いて、でそれで韓国の過去の作品見てるかって聞くと、すごい嫌な顔されました。 だからそういういことででそれでだからイ,イーチャンホーとかペイチャンホーはどうですかって言ったらば彼らはもう映画なんか作れませんというふうに怒りだしちゃう。それ誰え名前忘れたよ。何作った人あのなんかねあのそ,うそういう人たちがね、やたらとね、スリラーとかね、エログロを作ってたんだよ。 まあいいやああどうぞ<で>はいそしてその次の世代がやってくるってと今度はあの80年代の90年代の世代を否定するとかっていうね前の世代を否定するというのがそれが常にね韓国の映画界の中ではついて回ってるというイメージが私にはあったああ<ー>そうかそうかそうだからそこのところがね韓国映画を私が見てすごく愉快になるところの理由の一個だと思ってたのねつまりやたら張ったりとかけれみが 強いものに当たることが劇場映画で多かった。それはだから私に言わせれば JSA もそうだよ。はい、で、殺人の強憶だってそうだよ、私に言わせれば。前の世代がやってないことやってやろうっていう気持ちの、うん、その懸念みが強すぎるそれが好きじゃなかった。ああ、だよ、ね、そ,うでそういうふうにしていくと、うん、ましてやそういうところがね、60年代のそんな。 独,軍事独裁になる前の映画のことを振り返るなんていうことなんて考えられなかった、あの当時の映画賞では、ね。うん、そ,だそれがイ・チャンドンが文化大臣やったことを、を映画大臣やったことも関係してるのかもしれないけれども、ようやっと自分たちの過去というものと向き合って、そこの中から学んで、 今日の自分たちの映画人、そして人間としてのあり方の中につなげようという姿勢が映画の中で初めて感じられた。まあ、あの、アガレ、あの、他の作品でもそういうのあるんですよ。言ってることは、おっしゃるところがあります。うん、ある種、遠かった時代のね、全教と世代と連中がさ、うん すのいのかな要するに一時期さ、うん、大島渚とかさ、そ,<う>それの連中がやさら黒沢明を否定したっていうさそうだから、公衆事件の、ね、時代っていうのが50年安保で,で、そして88年の民主化がこれがね、あの60年安保とか、うん、そういうような感覚ってやっぱりあったんです、私の中には。い、はい。は、うん だからそれがね、韓国映画のいい作品もあるんだけれどもなっていう中で、自分の中の韓国映画ア,アレルギーのね、要因の一個だったの。あー、な,なるほど、ね、なるほど、わかりましたね。そう,<今>そうそう。はじめきっても。<え>はいそう。だから私は、だからあ、あの、なんだ、あの、パラサイトも見ないっていうのは、殺人の垂直系があまりにももう不愉快だったから、やっぱり見たくないわけ。うん、まあ、はいはい、どうぞ。うっていうような。 ものがね、こういうの10年間に3本しか作ってなかったっていう女性監督とかっていうのが、それを足気にされてくるとかっていう、その10年っていう数字で出るじゃん。この10年っていうのはこれまでの韓国映画界だったら、まあ、その周期の変わり目なわけよ。だそこのね、映画史的な、韓国が映画史的なところでのこの10年っていうものも私は感じられますねで。そこからさらに歩みを進められるっていう、そういう可能性を女性監督が。 見せてくれたというところでも考え深か,かった。この話は初めて福岡さんにしたけどね。うん、あの、それについてはさ、うん、ちょっとね、あのー、この配信の中では、ちょっと議論としてやるとね、たぶ、うん多分ね、半日かかってもって、ね、いう話になっちゃうから、まあ、それ現場のね、あのインタビュー撮ってた人間だから、そこの感覚っていうのもあるからね、肌感覚が。うん ああ、いやいや、別に俺、異論があるわけじゃなくて、分かるわけ、分かるわけ。しかし、あの、この映画が初めてではないっていうこともある。それは。この映画自体が、その、この間の原、杉根さんトの配信でもあったけど、女性の監督たちが2三年二21世紀に入ってから積み重ねてきたことの成果でもあるわけ。つまり、あの、60年前の、 女性監督の成果を2020年代に別の女性監督がやったわけじゃなくて、うん、その前に多くの女性監督が築、うん、いてきたことの延長線上にあるわけ、うんうんあ。で、それが延長線上なのか、これからも未来につなげていくものなのか、うん、それは分かんない。今の韓国は政権自体が完全に弱者男性の支持だけで持ってるような政権。まあそれはおっしゃる通りです、だけど、 福岡は先ほどね、紡ぐっていう言葉をキーワードとして使ってくださったわけだけれども、だとしたらば、あこれで韓国映画、何か変なことがあっても大丈夫だなと思った。ういうこと、つまりね、冬の時期が来ても、絶対復活できるなってで、この底の力は日本にはもう欠けらもないと思った。<laughs> まあ、ということでね、皆さん、ええ、あの面倒くさいことを言ったかもしれませんけど、オープニングで言ったよりあのり、枯葉の時と同じです。福岡さんがこの映画なんだろうって分からなくて、最初はどんな映画だか分からなくても、映画館に行くってと、のぶの言わないで座って見られますよねと。で、そうして映画館で不自由になってると、なんだか分からないけど、見てるうちにおっていうふうにのめり込んできちゃうことありますよね。でそして 映画を見始めたときのその人の印象と見終わったときのそのキャラクターへの印象が、ゆっくり引き返りますっておっしゃってたらで、これが今回のオマージュという映画にもそのまま当てはまる。はい。あのね、ほぼほぼでいいね。うん、最初、なんか鬱陶しいのね、キャラと思ったら、おーって、あとさ、すごい。そ,そうそうそう。うん、なんや、このおばはんって思ってたらば、そしたらそのおばはんに、 でもね、そのね、語り口っていうのは、うっていうのは、韓国映画界に割と不て定であるとこでもあるんです。つまり、スタッフが分かって、監督が分かってもスタッフが分かってないとさ、そう役学生が分かっても分かっていいけないんで、そう。その意味でね、あの、とりあえず映画とは何かというかさ、えっためでは何か。人がなぜさ、うん 虚構にゆむい落下ということも含めて、見て考えていただければなとにかく540円出しても、お釣りが来ることだけは保証しますから。 あと、ユーデクストはね、に入ってもね、損しませんよ。はい。はい、えっと、はい、シルクハットの応援部も見られます。はい。ユーデクストに入ってないからって言うんで、諦めるあなたはもったいないです。<笑><笑>えー、ユーデクストに入って、あの、した <laughs> らあの、日本暗殺広く見られますし、k 戒心殺しのグッダー見られます。はい、ということで。日本暗殺広くは何でやったっけ <laughs> うち、ん、やったやった。うん、ということで、はい、一、はい、回。 いったえー、これでレコーディングを終わりまーす。はい、どう,ぞどうぞ皆さん、お客様、はい、これ、大きな画面でご覧ください。お願いします。お願いします。